年のですね、総合グランプリは On January 24th, 2024, Rakuten Ichiba hosted its annual award ceremony Rakuten Shop of the Year 2023. 134 merchants out of approximately 57,000 on Rakuten Ichiba were chosen to attend based on their performance and votes from users. RNN captured the happiness and excitement of the day. The event started with an announcement of the Soy Trip for 2024. 7月にシンガポールでお会いしましょう。いよいよおよそ5万7000を超えるショップの中で頂点に立つ総合グランプリの発表です、それではついに総合グランプリということで、今年のですね、総合グランプリは山田電機楽天市場店様です。おめでとうございます。おめでとうございます。山田電機楽天市場店様、どうぞステージにお越しください。店にある商品はいつかお客様の手に渡るもの、すべての商品はお客様からの預かり物なんだから、丁寧に大切に扱おうね。これが私の小売業者としてのスタートの言葉でした。これが今もスタッフに伝え続けている言葉で、このスタッフたちがいたからこそ、そしてそれを応援してくださった皆様がいたからこそ、このような栄誉をいただけたと思います。リアル店舗からすれば、目指されるべき存在なのかもしれないんですけど、インターネットっていうこの EC の中では僕らはチャレンジャーであって、そのチャレンジャーとしてチャレンジさせていただけた場所っていうのが楽天市場なのかなと。マーケット環境もなかなか難しい中ではあるんですけれども、その中でも家電量販店の業界の中で一番の山田電機さん、豊富な在庫の力でありますとか、マーケティングの力ですとか、そういうところをどれだけ引き出せるかというところが、私に課されているタスクだというふうに思ってますので、そこを少しばかりは引き出せて売り上げを作れたんじゃないかなというふうに思ってます。 We also spoke to other award recipients. 本当に嬉しいです。今年1年がやっぱりこのソイを取るためっていうところを本当に目指して1年間やってきたなと思ってますので、今回取れて本当に嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しいです。最後の9月10月ぐらいでものすごくやっぱり苦戦しまして、本当にスタッフ一丸となって最後のブラックフライデーにかけたんですよね。でその最終日にかけて、最終日の25日にギネス日賞を出て、で、奇跡の大逆転受賞となったんで本当に嬉しいです。楽天がなければ今のソムリアとギフトはやっぱりなかったんで、本当にお世辞抜きにやっぱり楽天ドリームですよ。手作り工房 MI ママ様です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。手作り工房 MI ママ様へ大賞盾の贈呈となります。たくさん物が売れると出荷が偉くなりますね。そこを遠慮しながらとか、売るのを止めた時とかもあったよね。店長が今年は取りたいんだというふうに話した時に、出荷班の子たちが遠慮しないでどんどん売ってくださいって言ってくれたりしたんだよね。で本当にみんなで取った賞っていうこともあって、夢みたいです。ただただ手芸が好きだった女性が、でもこんなところまで来てこんな経験ができるんだっていう、また喋ってると泣けてきちゃうんですけど楽天ドリームの見本だと自分でも思います。ありがとうございます。 AI、 生成 AI というものが出てきて、これからますますですね、世の中は変わっていくだろうというふうに思っております。そんな中でもですね、今日の店舗の皆さんの、本当に嬉しい表情でありましたり、また、この活気っていうものを感じていくと、どこまで行ってもですね、やはり、商売というのは人と人がつながって、出来上がっていくものだなということを、再認識した時間だったかなというふうに思っております。我々もですね、あくまでも楽天市場の創業の精神を忘れずに、
店舗の皆様とそしてお客様を有機的に結びつけていく、その、まあ、土俵というかプラットフォームとして、ますますですね、精進して、頑張っていきたいというふうに思っております。おめでとうございます。見事、どうぞ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 、どう